はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。わけで本日の配信で OB 第一弾が登場しています。まさかの OB 第一弾ですね。まあ普通だったらね、例年通りだったらここは外国人 OB だったんですけど、まあ普通の OB ということで、まあ今年からね、メンツ見るに外国人 OB 廃止されたんじゃないかなと思います。まあ OB 第一弾ですね。メンツ見てもらったらわかるんですけど、外国人選手3人もいますし、もう今年から外国人とか普通の OB とかも関係なく、もう OB6 段構成でごちゃ混ぜてくるっていう感じに変えたんじゃないかなと、今のところ、思っています。いやー、でもそれにしてもまさかだよね。本当にね、第一弾めちゃめちゃ豪華です。まあ早速ね、選手見ていきたいなと思います。というわけでホークスから見ていきましょう。ホークスはズレータですね。ズレータは2018年の外国人 OB で登場しているので再録という形になっています。まあ、このズレータ見る限り今年から全然再録ありそうですね。まあ、再録させやすいために、外国人 OB を消したんじゃないかなと思っています。弾道がパワーヒッター、ミートが80、パワーが83ということで、前回と比べてミートが1上がっています。まあ、前回はですね、同値にするためにめちゃめちゃ難しいコンタクトヒッターをつけないといけなかったんですが、まあ、今回は同値は、少し狙いやすくなってます。特使をするとファースト適正が C、まあ、裏しても DDE、まあ、最低限かな。まあ、特使してあげると全然守らせてもいいかなと思うんですが、まあ、やっぱりプルヒッターですね。パワーヒ、プルヒ、満塁男ということで、まあ、ちょっと使いづらいかな正直。まあどちらかというと、純正向けの選手になっているのかなとは思います。続いてロッテ初登場、シコースキーですね。球威が82、制球が63、スタミナが61ということで、完全球威型、中継ぎと抑えが S で、全部で4球種ですね。まあ、ストレートだけ球威 A ということで、まあ、チェンジオブペース、リアタイではちょっと厳しいかな。特殊能力が超伸び20丸、奪三振打たれ強さということで、まあ、シコースキーも、純正向けかなと思います。続いて西武は稲尾さんですね。球威が81、制球が86、スタミナが88ということで、制球スタミナの同値もしくはスタミナ S 狙うことができます。まあ、とんでもない化け物ステータスです。稲尾さんのいいところはもう全適性あるところですね。もう全適性 S とね、かなりえぐいですが、ストレート、高速スライダー、シュートということで、QEA も2つあります。特能が超コントロール20丸、伸び回タイピンチ、特能がねめちゃめちゃ強いんですよ。まあ、超高速の、そうですね、稲尾さんだったらワンポイントとかでは全然使えるかなと思うんですけど、まあ、球速とかもね、ありますし、超強いかと言われるとちょっと微妙かなと思います。続いては楽天福森選手です。2018年以来の登場ですね。球威が77ということで完全球威型、 QA に乗せることができます。球種が全部で6球種、適正が中継ぎを抑え、 B 球種が1球種ですね。特能援護20丸、三振回荒れ玉ということで、まあリアタイだとちょっと厳しいかな。福森選手も純正向けですね。そしてファイターズは稲葉さんです。弾道ラインドライブ、ミート82、パワーが74、完全ミート型ですね。ライト適正が B、レフトセンターが C で、裏捨てが BAB、 まあ裏捨てがものすごく高いのでライトでは使いやすいかな。特能が超ラインドライブ、片身打ち回初球ですね。特能がやや使いづらいね、片身打ち初球。まあ、稲葉さんも純正向けかなとは思います。続いてオリックス谷選手ですね。2018年以来の登場になります。弾道が中弾道、ミートが84、完全ミート型で、守備が結構いいんですよね。センター77、レフト72、まあ、センターがあと一つね、適性高ければかなり強かったんですが、まあ、センターが77ということで、まあ、適性はいいんですけど裏捨ての低さよね、捕球が F、 ここがちょっと怖いかな。まあ適性は広いけど、まあ、たまにエラーとかしちゃうのは目をつぶるしかないのかなという能力です。僕の阿部比、チャンス回固め打ち、チャンスと固め打ち両方持っちゃってますね。まあ、阿部比はすごくいいんですけど、弾道が中弾道ということで、本当にね能力は悪くないんですけど、12球団だとやや、使いにくいのかなとは正直思います。そしてもう来ちゃいましたよね。2019年以来の登場、高橋由伸さん。弾道がアーティスト、ミートパワーが A 同値、もう文句なし。特殊でライト適正 A、 裏捨て BAB、 はい、守備能力文句なし。特能超アーティスト、高額回チャンス、はい、もう最強。もうほんとライト最強です。もうライトは由伸さんいれば、もう他の選手はいらないというぐらいの、能力をしているので、もう本当におすすめできます。そしてまたまた、広角アーティストでミパ A 同値の選手ですね。阪神掛布さん、第一弾で来るのは初めてかな。弾道がアーティスト、ミートパワーが82の同値、
で守備的性も結構いいんですよね、67ということで、まあ、あと一つ高ければ B にすることができたんですが、まあ、一つ足りずと、で裏捨てが DBC、 まあ悪くないかな、特殊能力じゃない守備能力もで、特能が超高額アーティスト界存在感ですね。もう左打ちの、三塁手の中では最強だと思います。もう左が好き、サードで強い選手が欲しいという方はもう掛布さん一択になってくると思うので、取ることをお勧めします。そしてここ一番びっくりしましたね、中日では初登場山崎武さん、弾道がアーティストミートパワー82同値ということで、なんとセリーグ3人も、弾道がアーティストしかも広角で、ミートパワー A 同値の選手がいます。山崎さんめっちゃ強いな、レフトとライト、ファーストの適性が D、 裏捨てが EDD、まあ、ちょっと守備能力はねどうかなとは正直思うんですけど、まあ、特能超アーティスト広角、存在感ということで、めっちゃ強いですね、まさかの広角アーティストが3人も出てくる、シリーズがあるとは思わなかったので山崎武さんもかなり、おすすめできます。続いて横浜では初登場かな、斉藤隆さん、楽天では出たことあると思うんですけど、横浜あったっけな、ごめんなさい、あったら申し訳ないんですけど、まあ、初登場かな、球威制球が78ということで、球威制球 A 同値が狙えますね、まあ、先発中継ぎどちらともいけますし、まあ、抑えもできちゃうよと。ただですね、球種と、特殊能力を見る限りリアタイ向きでは決してないのかなと思うので、まあ、完全にリーグ向けのピッチャーかなと思います。そして、カープ初登場ですね、アニア選手、球威が83、制球が81、スタミナが85ということで、球威スタミナの A 同値狙いますね。しかも元からオール A、稲尾さんと同様全ての適性ありますし、いや強いね、ただ、特能球種を見る限りリアタイ向きではないので、もう完全リーグ向けの投手となっております。そして最後、ヤクルト初登場ですね、ホーナー、弾道がパワーヒッター、ミートが80、パワーが85ということで、完全パワー型ですがミパは、元から A 超えています。サードファーストの適性が D、 裏捨てが EFD ということで、いやちょっと怖いな、まあ、サードで使うのは、おすすめできませんね。特能超パワー比存在感界逆境、まあ、特能も最低限かな、まあ、正直やっぱアーティストとかだったらね、話が変わってくるんですけど、まあ、これから OB でねアーティストで強い選手いっぱい出てくるので、まあ、どちらかというと、純正向けかなとは思います。というわけでもう OB 第1弾やっぱり豪華ですね。もう特にこのセリーグ3人、このミートパワー A 同値で広角アーティストのこの3人集はやばいと思います。でですね、もうすでに30連引き終わっています。アーカイブ残っているのでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、なんと自チームのズレーター、そして、ロッテのシコースキーを引いております。まあボーナス的にも美味しいですね、もう絶対にランキングは走るんで。なので残りの狙いの選手、まあ先ほど言ったここの3人と、まあ稲尾さんとか欲しいかな、まあ、ここの4人が狙いになってくるのかなと思います。ということで、まあ、とりあえず30連、追加30連いっときましょう。いや暑かったよ本当にズレーター、もうね配信のアーカイブもう事故りまくったので、ぜひ見ていただきたい。本当にもう大事なところが映ってなかったですからね。まああとそのカープのアニアさん、なんかこうアニアと聞くともうルーキーズのあの人しか出てこないですね。ルーキーズ懐かしいな。さあ40連目、エースランクないかな。いやでも本当ランキング走るの不可避だし、もう狙い撃ち引くのももう不可避ですね。いやまあ山崎武さんとかも使いたいし、そろそろ掛布さん使いたいな。実は使ったことないんですよね掛布さん。さあ40連目 S ランクなしということで、50連目いきましょう。いやでもね本当に12球団で、やっている方、もうね高橋由伸さんだけは絶対取ってた方がいいと思います。もうね本当由伸さん使っちゃうと他のライトの選手使えないです。もう永遠スピ解放かな。由伸さんはそれくらい本当、ライトではね、一強だと思うので、由伸さんは、取ってて間違いないかなと思います。いやー50連目もないか、まあ、ボーナスも欲しいですし、引いときたいな。まあでもちょっと今回はねとりあえず30連して、まあ、明日累計引いて、あ稲尾さんの A ランク、まあ、明日累計引いて、まあ、追加でね、さらに回していきたいなと思います。ちょっと明日のね、追加ガチャも楽しみにしておいてください。ちょっと今日はね早く動画出したい、ちょっと早く動画出したいんで、もう30連で終わっときます。 S ランク出なくても、まあ、出てほしいよ一番。おーっしょ、オッケー。いやいい締めができる。いや来るとは思わなかった、ありがとう。いやこれでいい感じで終われるぞ。いやほんと先ほどの、4選手ですね、稲尾さん、高橋さん、掛布さん、山崎さん、ここの3人じゃない4人が出てくれんじゃない4人が出てくれんじゃない4人が出てくれ、おーっしょ、オッケー。
げえ掛布さん来た。いやマジでめっちゃいい。まあ、あとはランキングで高橋由伸さん取って、まあ、山崎武史さんも取れればなーっていう感じ。いやマジで掛布さん来ると思わなかった。ガチ嬉しい。ありえない。嬉しすぎる。最高。もう一枚来てよ、なんなら。いや来ないか。え嘘。おお、そこは通常なんだね。